世界的なこう、えー、コロナウイルスの感染が広がっていて、えー、日本の中でもほとんどイベントは中止をされている、あるいは延期をされているし、またあの国内での移動というものも非常に制限をされている中で、残念ながら SOPP を富士施設置で開催することができなくなりましたし、またその5周年記念もお祝いすることができない。非常に残念ではありますけれどもししかし あのこの富士宣言のサポーターの方たちから数多くのメッセージを頂戴してまして、えーまあ、それをいくつかあの今日はご紹介をしたいというふうに思います。で設立発起人の一人であるアービン・ラズロ博士からはあ、まあ、ラズロ博士自体がこの人類の進化の中で今非常に大事な我々はその分岐点ターニングポイントに生きていると。 いうことを前からおっしゃってた。で今回のそのパンデミックが起こって、まさに我々はその分岐の真っ只中にいるんだと。でこのいわゆる分岐をその乗り越えてですね、えー、いわゆるブレイクする人類がより良い進化を遂げてその、えー、まあ調和した持続可能な社会を作れるか、あるいはブレイクダウン。 となって人類が崩壊の方向に向にかかうか非常に大事な境目に来ているということをおっしゃっているでただ今度のこのパンデミックっていうのはある意味ではそのみんな人類は一つグローバルファミリーとして一つなんだということを改めて認識をさせていただくまあいい機会だったというふうにおっしゃっててまあこれをそのみんなが認識をしてまさに富士宣言にあるような精神というものをみんなが持つように なればブレイクスルーの方向に行くんじゃないかと、まあそういう意味で協力してこの富士宣言を大いに広げて発信をしていこうということをおっしゃってます。だからパンデミックはそういうその新しい社会を切り開く道を作ってくれたパンデミックに感謝とまでおっしゃってるわけですね。ですからこの機会というものを私たちは大切に考えていかなければならないというふうに思います。それから世界的なあの霊長類学者の ジェング・ドールさん彼を軽視してきた結果であるとだからまさにこの人間というものがその地球を支配してちょっとそのなんていうんですか我が物顔に振る舞ってきたツケが回ってきてるんだというふうにおっしゃってて、まあ、この際あのみんなが目覚めてそしてその自然や動物と共存していく社会これを作っていかなきゃいけないというふうにおっしゃってます。それから神との対話 でえーまあ、有名な作家であります、えー、ニール・ドナルド・ウォルシュさん、彼はそのいわゆるネガティブなあの心境の中にいるとです、ね、むしろその、えーまあ、他人との距離感というものがあるいは違いというものが薄まってきて、まあ、そこに一体感を感じることができる、えーまあ、そういう意味でのプラス面がある。それと同時に 自分自身の中での対話というものより深い対話をすることによってまさに富士宣言が言っているような申請、まあ、にして、えー、善なる本体自分自身とつながることができるということを、まあ、おっしゃってます同様にディーパック・チョックブラさんもこの危機的な状況というのはまさにその内政の時であるということ。 危機的な状況というのはまさにみんなが協力して一致団結する機会であるというふうにおっしゃってますそれからゴイヘアワ症、まあ、ディパク・チョプラさんもゴイヘアワ症の重症者ですけれどもゴイヘアワ症の重症者のお一人である、えー、ブルース・リプトンさん生物学者のブルース・リプトンさんも、えー、まあウイルスというものその自体は非常にああのまあ、厳しい危機的な状況だけどもしかしそのより 多くの危機をはらんでいるのはそう,そういうものに対する人類人間の危機感というものがあの膨らんでくることによってそのいわゆる免疫力が低下してそっちの危険の方が非常に大きいんだとだからこういう時こそ自分自身がよりその、まあ、内在している力を発揮をしていかなきゃいけないんだということをまあおっしゃっている、まあ、それぞれに非常に資産にあふれる そのののメッセージをですすねこの富士宣言の方に寄せてていいただいてますで私も今回のことはまさに人間同士が今争っている時代じゃないだろうとお互いに協力してこういう危機を乗り越えていかなければ本当に人間は存続できないぞというまあ天からのいわゆる警告ウォーニング典型であるというふうに受け取るべきであると思いますし。このの機会というものは人間が 進化をしていく上で、非常に。なんていうんですか、千載一遇のチャンスであると。いうふうに受け取るべきだというふうに思っています。まあ、そういう意味でも、富士線が進化を遂げるように。頑張ってまいりたいというふうに思っております。ありがとうございました。ええー、皆様、こんにちは。えー、ただいま主人が。 話ししておりましたようにドクター・ラズロー博士をはじめとしてたくさん大勢の方々が SOPP にメンバーとして連ねていただきましたそれから富士宣言ができましてはやもう 5, 5年間が過ぎましたいよいよあの全て人脈とか経験とかそして、えー、とネットワークとかそういうものを生かしていよいよ来年そのあのコロナウイルスのこの このコロナウイルスは本当に今までと違って全,全世界をもう一つにワンネスにしてしまったんです全部が全人類が同じ苦しみや悲しみや恐怖に打ち,打ちしじられているときにこのいい 時に富士宣言が出されましたいよいよドクター・ラズロー博士をはじめとしてその多くの,その著名なサインをしてくださったあらゆるジャンルの人たちと手を結んでいいよいよ復活の時代が始まりまりすどうぞこれからもその中心となるのがあの富,士富士宣言ですか富士聖地で始まり富士聖地でもう1万人の人たちが新生復活をしそしてそれぞれの国々に向かって発信し続けておりますので 我々もそれに従って、より多くの人たちを、その全ての枠、国、主義、宗教、民族を超えて発信していきたいと思います。これからもどうぞよろしくご支援のほどお願い申し上げます。